訴状などによりますと、村上被告は2011年9月と2012年3月と2014年3月の日付が記された虚偽の領収書3枚を使って政務活動費およそ72万円を騙し取ったとされています。判決理由で大村太平裁判長は、村上被告が印刷を発注したという会社の元社長の2011年3月の廃業後に仕事を引き受けたことはないという証言について客観的事実と合うと信用性を認め、広報誌の印刷はなかったと結論付けました。その一方で、不正に得た政務活動費の一部をすでに返還しているなどとして執行猶予をつけました。村上被告は2019年7月の初公判から一貫して起訴内容を否認し、弁護側も無罪を主張していました。村上被告は富山市議会で政務活動費不正が続いたことから指針を決める検討会の座長も務めていました。判決が言い渡された後、富山地方裁判所前で村上被告が報道陣の取材に応じました。私の主張をですね、信用していただけなかった、一連の富山市議会の不正受給問題、これと同等に扱われたということが原因だというふうに思っています。村上は違うということを主張したのでありますけれども、それが認められなかったということは非常に残念であります。現職議員として有罪判決を受けたことについて問われると、非常に重大なことだというふうに思っています。疑いをかけられただけでも大変に有権者の方々には申し訳ないというふうに思っています。しかしながら、以前の指針であったので十分な証拠を私は持っていなかったということで、疑いをかけられたことは私の不徳の致すところでありますが、仕方ないと、私にとってですよ、私が仕方ないことをしたなというふうに思っています。しかしこの判決ということになりますと、決して承服することはできない、全く理解できないし得心がいきません。これだけは絶対に戦うという思いでいっぱいであります。このことをですね、議員の職を持ちながらということを、おっしゃっているんだというふうに思いますが、これは私の命がかかっています。議員生命もそうですとありますけども、人生がかかっているというふうに思っています。不適切な部分があって返還もいたしましたが、詐欺などということは絶対にありませんので、この点は有権者の皆さんにぜひ、ご理解をいただきたいというふうに思います。